Bellissimo.非常にスモーキーで美味しいですね。やっぱり鶏の丸焼きを生からやっぱ調理するってなると、火がしっかりと通ってるってことを、通すってことも難しいですし、あとはまあ表面をカリッと焼くっていうのはまあ基本ですけど、やっぱりこうスモークしたことによって味わいに深みが出てますよね。素晴らしいディナーです。ダッチオーブンを使ったことによって、玉ねぎがありえないぐらい柔らかく甘みが引き出されています。素晴らしい。わんぱくなぐらいの食べっぷりでしょう。美味しいものを食べるっていうことについてね、侮ってはいけませんね。美味しいものを食べる。本当に美味しいものっていうのはやっぱりいいものですから、まあそれをね、食べて気持ちがやっぱり上がりますし、体にもいいし、同じ食材でも調理の仕方いかんによって全然こう味の深みとか甘みとか変わっちゃうんですよね。どうアプローチするのか。それが本当に大切ですよね。真心込めるっていうのはもちろんですけども、材料を扱う技術、知識。これが大切ですよね。もちろん料理人じゃないですよ。この玉ねぎも皮ごとね、ダッチオーブンで柔らかくしましたけど、この皮から出てくる成分、皮の成分っていうのも非常にこう栄養価が高いらしいんですよね。なんか玉ねぎの皮でお茶を作ったね、お茶とかもあるぐらい、皮も侮れませんよ。神がくださった恵みですよね。すべてのやっぱ作物には、栄養があり、メリットがありますね。ああ、美味しい。森のリストランテ。皆さんもご一緒にいかがですか？